いくつもの川の流れに逆らいながら走り続けた。何度も沈みかけた自分の体をいたわろうともせず、後ろで誰かの呼ぶ声だけど振り返れない、俺の明日は遥か彼方、待っているはずだから。ぬくもりとか安らぎとか、そんな言葉は何も変えちゃくれない。誰かに背中を押されつまずくことなど怖くはなかった。どこまでも転がって行ける、子供のようにはしゃいだ。手を伸ばせば掴み取れる、そんな気がしていた。明日が始まるのさ。14インチの箱の中閉じ込められた今日には生きてゆけない、擦り切れた心を抱え怯えるだけじゃ何も生まれないぜ。ほんの少しだけでいいさ、本気で泣けるなら思い出の中で死んでくなんて誰にもできないのさ。誰かの呼ぶ声だけど振り返れない、俺の明日は遥か彼方、待っているはずだから。明日が眠れない。
始まるのさ。